土田さん、どうした？ちょっとこの私の付近で、平手が前で後ろ向いて、これ絶対私得意って言ってたので、ちょっとあの引き分けだったので、あのせっかくならもう1回戦。それ何、平手が得意って言ったらどっち、確保、確保、確保、え、じゃあ平手やってみる。急遽飛び込みでもう1チーム、平手チームの挑戦でございます。制限時間1分、それでは参りましょう、よーいスタート。おーあーこまさあどうだ、違う、飛び込み違う、渋谷川違う、え、なになになに、橋もう飛び込み、おお、なんかパスパスございません、パスじゃ、さあ次、さあ30秒経過、え、お相撲さん、イエス、イエス、平手のイエス。さあ続いての問題いってるよ、パックじゃない、サラダ、イエス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 、平手クリニック。さあ残り10秒、え、ない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 、バスケ、バスケ、わかるでしょ、野球、あ、カナちゃん、カナちゃん、正解、カナちゃん、あ、続いて、はい、あ、みかん、あの大好き、10秒、お正月、3問ということで、平手の何これ、すごい。そして平手のイエス、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 サンクさん、イエス、すごい。あれ、あのイエスは何、もう勝手に出てきちゃうの、正解だって、もう次行ってくれっていう、イエスっていう、ありがとうございました。いやー面白い、これでなんだかんだ面白いの、はい、激辛とか面白いですよね、はい、激しい戦い、そう、ね、そうですね、過去にもありましたからね、行きましょうかね、激辛は誰、あ、おー、藤吉、松平、ラベアさんで辛さ選べるやつで、最大とかいけたり、おお、じゃあいけんのかな、松平は二人で辛いもの食べに行くんですよ、あ、二人で行くんだ、藤吉からその情報全く出なかったけど、いや、でもこの方すごく弱くて、この方すごく弱くてこの人すごく弱くて、 あれじゃあ戦力外な、私あの辛いの好きなんです、はあはあ、辛いのを耐えてる自分が好きなんでしょ、ああ出た出た、ド M、 ああ本当だ、それだ、頑張れると思います、頑張れるこのペアで、頑張れ私って、あ、ここまで3勝3敗、3ポイントずつ獲得してるんですって、激辛対決、激辛王を取った方が勝利。認め全然、一応が2枚食い、2枚、一応、はい、美味しいの方ですか？あ、これ。ちょっとマジ、え、見た目こんなんなのに。俺は辛いわ。今までの中でも僕的にはトップクラスかもしれないですね。あ、でも美味しそうだから。早く食べたいです。ほら、うわ、これを見て早く食べたいというならこれは期待できますね。そうですね。うん、大人げないかもしれないけど、あの本気でその1期生の強さを見せたいと思います。頼むよ、キャプテンとしてのね、やっぱり本当に、いやもうこれに勝てなかったら今日いた意味ないですし、あと平手にもさっきおねだりされちゃったので勝てないと、あ、勝ってよって、さあそれでは参りましょう、はい、激辛を決定戦、1枚ずつ食べて1枚飲み込んだら次へという風に言ってくださいね、よーいスタート。手は拭いて、さあまず菅井が行った、森山行った、さあ辛いね、食べ終わったらよ、しっかり飲み込んだら2枚目行ってください、あれあれでも意外と、あれちょっと待って、あれもう森や菅井はもうおさらいになるぞ、飲み込んだらおしまいだ、どっちだどうだ、ここで終了、
菅井が同時ぐらいで、完食したということで欅坂46激辛王は森谷菅井ということで、ジューシーも辛いって、あ、辛いよね、涙出ちゃう、これ泣いてるやん、出す、あ、出してきなずっと、あ、大丈夫、ほら、ジューシーも土田ちゃんいる、ほら、あ、はい、言って言って、土田ちゃん、はい、言って、はい、はい、で、か、かわいい顔だよ、はいよ、はい、はい、はい、で、かわいい顔、はい、はい、菅井もやってくれ、土田ちゃんすあ、お断りしますちょっとくださいよ、結果は4勝3敗で一期生チームの勝利、さすが一期生さんだなと、こう勝負になるとやっぱり強いなと思いました。今まで積み重ねてきたものはやっぱすごいなと思いました。積み重ねたものがあるからやっぱ辛いものも早く食べるしね、やっぱりで剛速球も投げれるすごいよね。松平やっぱ激辛対決ちょっと強かったでしょね。ちょっと、ちょっとまだ喋れる状態じゃないちょっと今明日のこと考えられないです。明日もう明日のこと考えられない？でそんなこと聞いてないけど、まあ、別にそれはいいけど。ただこれまだ席が、あ、早寝女王です、早寝女王が寝てんのかな、ちょっと見てみましょうか。いやガチじゃん、すごいな、もう熟睡じゃないこれ。本当に寝てるんですよね、これね。本当に寝てるね、これ。カメラとか関係ないでも髪の毛ボサボサ。衣装もくしゃくしゃで。衣装さん嫌だろうね。ねえ。しゃくしゃなっちゃって。平手に剛速球投げてもらう、もう。席に。バン、席にね。席ももう起きないみたいなんで。あ、そっか。じゃあ前回同様、はい、置いて帰りますか。このまま置いて帰りましょうか。はい、ということで以上、2期生の負けられない戦い2019でした。よし、じゃあ帰りましょう。帰りましょう。セキュリティー！え、嘘？待って待って。もう一回いく？もう一回いく？せーの、セキュリティー！え？起きた。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 もう全部収録終わったよ。ゆみちゃん終わった、全部終わり、お疲れ様です。そう、負けちゃった、2期生で。負けたの？負けたと。なんか感想ありますか？感想、なんか枕ちょっと硬かったけど、なんかなくしたら寝れました。